こんにちは、インターンシップ生の中島俊介です。今日はゴールデンアイ007というゲームを紹介したいと思います。1997年に発売されたシューティングゲームです。世界で800万本も売り上げました。名前の通り映画007ゴールデンアイをゲーム化したものです。主人公であるジェームズ・ボンドを操り、衛星兵器ゴールデンアイの秘密を探るのが目的です。このゲームでは3つのモードが存在します。ミッションモード、対戦モード、お楽しみモードです。ミッションモードでは1人から2人でプレイするゲームモードとなります。難易度はイージー、ノーマル、ハード、007モード。このモードは全ての難易度を、全てのミッションをクリアした時だけプレイ可能です。次に対戦モード、2人から4人で対戦します。過去の映画タイトルになぞられた対戦ルールが存在します。お楽しみモード、さまざまな状況で遊べるようになるモードです。正直このゲームをやるまで007という映画を知りませんでしたが、ストーリーの面白さ、ゲームの細部までこだわっているところ、やっていてとても面白いです。映画を見たことがない人も見たことがある人もぜひ遊んでみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。